うぐい浦城市の日うぐい浦城は、現在の愛知県やとみ市うぐい浦城上649に存在していた城である。うぐい浦城は、この辺りに、勢力のあった、服部友貞の率いる服部と島、一向門島勢を攻めるため1565年に、織田信長が築いた城である。城主は、織田彦七郎の部沖であった。1570年、服部と島が、うぐい浦城主、 織田の沖を小木工場に攻め殺したことを機に、信長は構成を強め、三度目の1574年には大軍を送り込んでことごとく焼き尽くしたという。城石には、信沖がご自物としていた薬師像を治めるお堂が建てられ、明治時代の初めに薬師寺となったとされている。城跡にあるオークスは樹齢六百年以上と言われる古木で、かつてこの付近が海岸線だったことから、 磯部のクスノキとして有名であった。人々は、このクスノキの葉を薬として、持ち医病を治したと言われ、また一説には、豊臣秀吉が船を繋いだとも伝えられている。この樹下には、少子神明社が祀られ参拝者が後を絶たなかったと、言うが、明治時代に八戸神森に合祀された。現在、この大きなクスノキは、薬師寺のオークスと呼ばれ、八戸市天然記念物に指定されている。 また、うぐゆら城跡は、市指定文化財となっている。薬師寺。薬師寺。2020年5月24日閲覧。市の文化財。雅美市。2020年5月24日閲覧。市の文化財。雅美市公式ホームページ。2020年5月24日閲覧。ありがとうございます。